5月26日日曜日の夜幕張本郷駅の近くにあるホテルで大野松部屋千葉公園会による5月場所千秋楽打ち上げ会が開催されましたこの場所のすぐ近くにある詐欺沼特定土地区画整理事業用地に隣接する場所に大相撲大野松部屋があります勝ち越した力士も力を発揮できなかった力士も部屋一丸となって稽古に励み より高みを目指した成果を不安の皆さんが讃え慰労し激励し参加者全員が次の活躍を蓄えました大野松部屋には幕内で前頭を務める大野省そして昨年十一月の九州場所で初土俵を踏んでから半年も経たないうちに関取に昇進した大野勝がいます大野省は肩の怪我もあり惜しくも勝ち越しを逃しましたが 大野勝は初めての15連戦ながら13勝2敗の好成績を上げ来場所も同様ならばその次の場所から幕打ち力士となりますかの名横綱白鵬と同じような経歴を持つ大野勝大野勝と共によく覚えて応援してください。